どうも、こんにちは。伊豆のディズニーパークチャンネルです。今回は2023年ディズニーの年間の混雑予想をお伝えいたします。皆さん、ディズニーランドに行く日が混むのか空くのか気になりますよね。また、行く日を決めるとき、なるべく空いてる日を狙いたいと思います。そこで今回は過去2年間毎週ディズニーの混雑予想をお伝えしている私が皆さんが行く日程を決められるように2023年の1年間の混雑の目安をお伝えいたします。この動画を見れば1年間の混雑傾向がわかり、いつ頃行ったらいいかを決められるようになりますので、いつ行くか迷っている方はぜひ最後までご覧ください。まず2023年全体でディズニーの混雑はどうなるのかの予想をお伝えいたします。2023年は全体的に空く日が少なくなると予想しています。現在東京ディズニーリゾートを運営しているオリエンタルランドでは混雑の平準化を行っています。つまり空いてる日と超混雑する日をなくして常にまあまあ混んでるぐらいを目指しています。その政策を行っている中で特に効果が現れているのがチケットの価格変動制です。現在ディズニーランドのチケットは最低7900円から最高9400円の4段階に分かれていて、昨年から最安値の7900円の日程が近くの土日並みに混雑するという傾向が現れています。つまり平準化に向けた空く日をなくす動きの効果がすでに出てき始めています。なので2023年以降もチケットの最安値設定、さらには他の空く日をなくす新たな政策を行ってくることが考えられるので、2023年は全体的にこれまでよりも空く日が少なくなる1年になるのではないかなと予想しています。その中でもやはり皆さんはなるべく空いてる日を選んでいきたいですよね。ただ皆さんが行く日を選ぶ際に注意してほしい間違いやすいポイントが一つあります。それは平日なら絶対に空いていると思い込んでしまうことです。そう思い込んでない方はいいんですけど、もし今これを聞いてギクッとした方は特に注意深く聞いてください。空くか空かないかは平日か休日かではなくて時期によります。例えば先ほどお伝えした通り、最近では7900円の平日は近くの休日ほど混雑するようになりました。また学校行事による振り替え休日は平日でも例年混んでます。一番失敗してしまうパターンが、平日だから空いてると思い込んでディズニーに行く、しかし実際は大混雑している、それによって予定が大きく狂って大失敗してしまうという流れです。今これを聞いている皆さんの中にもそのような経験がある方はいらっしゃるのではないでしょうか。そのような失敗をしないためには、行く日を決める前に混雑する時期がいつなのかを知っておくことがとても大切です。それを知った上で混雑する日を避けたり、混むという前提知識を持った状態で行く準備をすることが非常に重要になります。では次から混雑する時期がいつなのかお伝えしていきます。混雑する日の特徴は大きく3つあります。連休、特別休み、チケットの最安値の日です。まず連休はゴールデンウィーク、お盆、年末年始、3連休です。毎年これらの時期は大混雑します。特にこれらの時期は数年ぶりに行く遠方からのゲストが多くなります。そのため最新の施設や人気アトラクションが異常に混んだり、レストランも12時のピーク時に人気が集中します。なのでこの時期は確かに人は多いんですが、パークに行き慣れてない方が多く、ゲストの行動パターンに大きな特徴があります。そのため実はこの大きな行動パターンの裏を書いて行動すれば大混雑に巻き込まれずに過ごすことができます。そのような大混雑を避ける回り方についてはこれらの動画で解説をしているのでぜひご覧ください。次に特別休み、これは関東周辺の県民の日、学校の振り替え休日、夏休み、春休み、入試などによる学生の休みの日です。平日なら空くと思うと失敗してしまう一番の落とし穴、要注意日程です。これらの時期は日帰りで帰れるような近郊からのゲストが多くなります。その方々はここ2、3年で何回かパークに来ていて、最新アトラクションはすでに乗り終えている場合が多いです。そのため最新のアトラクションも定番の人気アトラクションもどちらも同じぐらい全体的に混雑しやすいです。また学校が休みになると学生が多くなって、特に絶叫系アトラクションが人気になります。そしてチケットの値段が最安値の日、チケットの値段が最安値になるのは平日のど真ん中のことが多いです。そのためこちらも日帰りできる近郊からのゲストが多くなり、定番の人気アトラクションが混雑する傾向があります。ここで
チケットが最安値の混雑は連休並みに混雑するという意味ではなくて、付近の平日やこれまでの同時期に比べて混雑度合いが少し高いですよという意味合いです。7900円だからすくというのはないよというお話でございます。これらの時期は特に混雑しやすい時期となっていますので、ぜひ覚えておいてください。では具体的に2023年の1月から12月までどの時期がどういう混雑になるのかを過去の傾向をベースにお伝えしていきます。まず月ごとの混雑のランキングです。3月が一番混んで、次に11月、そして12月、10月、2、8、6、9が真ん中で、ゴールデンウィークを除く4月、5月は割と空いて、7月と1月は最も空いています。この表を見て行く時期の目星をつけるというのもありだと思います。次に年間の混雑の目安です。色は混雑のレベルで、水色から緑、オレンジ、赤、紫の順番で混雑度合いが高いことを表しています。またこの予想はあくまで過去の傾向でざっくりと分けたもので、正確に日にちと混雑のレベルを保証するものではありません。この日とこの日どっちが空きますかとか、どの程度の混雑になりますかなど、具体的な予想は毎月毎週投稿している月間週間の混雑予想をご覧ください。では1ヶ月ずつ解説していきます。まず1月は年始は混みますが、9から31までは空く日が多くなります。全国旅行支援によって宿泊を伴うゲストが増えるので、金曜日は若干混雑が増しそうです。イベントワクワク割とキャンパスデーパスポートによって1月のチケットはとても安いんですが、年間を通してみたら空いてる方に当たると思います。2月は全体的に混雑します。理由は大学生が入試休みで春休みに突入するためです。また今年はキャンパスデーパスポートもあるので、特にディズニーシーの方が大きく混雑しそうです。2月23日が祝日なので、23から26は連休となって混雑度合いが他よりも増しそうです。3月は1年の中で最も混雑します。3週目の12日あたりから本格的に春休みが始まり、連日大混雑します。18日以降は特に大混雑するので、行く予定の方は気をつけてください。4月の混雑は1月と似ています。最初の1週間は春休みの影響で混雑していますが、10日から平日は空いてきます。4月15日から東京ディズニーリゾート40周年のイベントが始まるので、当日やその後の土日は混雑しそうです。ただ40周年の効果でも平日も大混雑するという可能性は低いです。35周年の時も平日はそこまで混まなかったので、多少人が増えるとは思いますが、年間で見たら空いている方だと思います。そして4月29、30からゴールデンウィークで混雑が始まります。5月は第1週がゴールデンウィークのため混雑します。ゴールデンウィーク最終日はあまり混まない傾向があります。一方その翌週8から14はこれまで1年間で最も空いている時期でした。そのためこれまではここがかなり狙い目だったんですが、例年空いているということはチケットの値段が安くなって、これまでよりも混雑する可能性があるので気をつけたいところです。例年特に空いている日程が今年も空くかどうかは直前にならないと正確にはわかりません。ただもともと人が来づらい時期というのもあるので、たとえチケットの値段が安くなったとしても1年全体の中では空いている方になるのではないかなとは思います。正確にはまた近くなったらより詳細な混雑予想の動画を投稿しますので、気になる方はチャンネル登録してお待ちください。そして5月下旬の月曜日、6月上旬の月曜金曜は振り替え休日で混雑します。6月は全体的に土日、金曜、月曜、それ以外の平日で混雑にグラデーションがあります。特に上旬の月曜と金曜は振り替え休日で土日並みの混雑になるので注意してください。また6月15日は千葉県民の日なので平日ですが混雑します。7月は1年の中で1月に次いで空く時期になります。また平日と休日の混雑の差が小さいというのも特徴的です。15日から17日に連休があるので、ここの特に真ん中の16日は混みますが、それ以外はおそらく全体的に混雑は落ち着くと思います。おそらくチケットの値段も安くなるんじゃないかなと思ってます。ただ7月の下旬、24日あたりから夏休みによる混雑が始まってくるので、それまでよりは少し混雑します。8月は夏休みが始まるので常に混雑しています。平日と休日にあまり差がなく、全体的にやや混雑レベルになるのが特徴的です。また11日からお盆休みのため1週間程度は大混雑が続きそうです。9月は16から18の3連休が大混雑、
それ以降はハロウィンイベントが始まるので、前半よりも若干混雑度合いは増します。平日も特別すくうという日はなくて、特に月曜日が学校行事の振り替えで混みやすいので気をつけてください。10月から繁忙期に突入し、全体的にぐっと混雑していきます。7から9は3連休で間違いなく混雑するので気をつけてください。また月曜日も学校行事の振り替えで混雑するので要注意です。11月は1年の中で3月の次に混雑する時期になります。土日はもちろん1から5、月曜と金曜も混みます。そして23日の祝日から25日までは連休と見れて、特に大混雑するので注意してください。火曜、水曜、木曜もこれまでの平日に比べたら混んでいます。特に13日が茨城県民の日、14日が埼玉県民の日なので混雑いたします。12月も全体的に大混雑です。平日も月曜、金曜は混みます。そして23日以降はクリスマスと年末でめちゃめちゃ混雑するので気をつけてください。1年間の混雑傾向をまとめると、春休みの3月前後と年の後半は混んで、年の前半から中盤は比較的混雑が落ち着きます。ここまで聞いて皆さんが行こうとしていた日が混雑すると言われた方が多いと思います。というのも混雑するというのは多くの方が行きやすいということなので、皆さんが何も気にせずに行こうと思った日は大抵混雑します。つまり時間を意図的に作ってオフシーズンの土平日を狙わない限り混んでる日に行くことになるのは避けられない運命です。じゃあ私が行く日は混雑してるから楽しめないのかというと、そんなことはなくて、大事なのは混雑するという認識を持って事前に準備をするということです。混んでる日でもホテルやレストランを予約開始日に予約したり、アトラクションの回り方や過ごし方を工夫すれば失敗することはなくなります。混んでいてもというか、むしろ混んでる日こそこれらをやる必要があります。今ここでその細かい攻略法を喋っていくと、この動画が何時間にもなってしまうので、詳しくは過去のこういう動画やこれから先に投稿する動画をご覧ください。しかし今少なくともこの動画を見て、平日なら空いてると思い込まず混雑する時期を把握できた皆さんであれば、すでにディズニーを満喫する上でのスタートダッシュはまず切れています。ぜひこの後も一緒にしっかり準備をして、今度行くディズニーランドをこれまでで一番楽しい思い出にしましょう。このチャンネルではディズニーで失敗する人をなくすという目的で、久しぶりにディズニーランドに行く方に向けて絶対に失敗しない回り方や攻略法、最新情報をどこよりも分かりやすくお伝えしています。これからもどんどんと皆さんのためになる情報をお伝えしていくので、見逃さないようにチャンネル登録するのをお勧めします。またより多くの方の失敗を救えるよう、現在チャンネル登録者数10万人を目指しています。今回の動画が参考になったという方、この活動を応援してくださる方、よろしければチャンネル登録、高評価、皆さんの周りの方へのシェアをしていただけますと非常に嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。